さあ、というところで準決勝ベスト4すべて出揃いました。 J ファイナル6位目は宇都宮秋典対小諸健作、そして J ファイナル準決勝2組目手塚剛対野村健ということになりました。そしてスタート地点には宇都宮秋典と小諸健作がすでにもう並んでおります。どちらが勝っても決勝戦というのは、ね、ということになるわけですからね、うん、宇都宮君か、勝てるといいな。大体ミスすんだよな俺な。86とやるん初なんで、どういう感じで86がついてきてたかをこと細かく教えてください。さあ、いよいよ1本目に動き出した宇都宮秋典 VS 小諸健作。まずは先行宇都宮秋典 S1 さん、後追い紫の86、小諸健作の1本目に入ります。さあ飛んできた、小諸ダメだ、大きなミス、でかいね、これは 8-2 って言っていいぐらいですかね。 8-2 です。そうですよね、はい、失敗した、ダメやっちまった。大きな大きなアドバンテージは赤い S13 宇都宮秋典ということになります。さあ入れ替えの2本目、さあ小諸が降りてきた、後ろからアドバンテージを取っている宇都宮秋典。さあこのまま宇都宮がうまく逃げ切ることができるかどうか。宇都宮つなげてきた、ここはつなげてきた、大きなミスがなければいいんです。大きなミスがなければ宇都宮が持っていきます。これで決定、 6.5 宇都宮決勝進出、宇都宮秋典です。やるね。なんとなんと、あのウッチーが久々に出てきてここの決勝まで残ったというのは、これはすごいですね。いやすごいよ。そしてスタート地点はどうやらですね、ノムケンまだ乗り込んでませんね。もうデーデーしてますけど本当にね、まあノムケンこう見えても42かなんかですからね。なるほどね、大ベテランでございますからね、はい。でも今日は本当すごいね、野村健の走りは ね、 ね、川端が今ね、ここにね、野村健のところにやってまいりました。多分ね、そのまま頑張ってくださいねという形で応援に来たんだと思いますけれども、うん、さあもうすでに手塚は乗り込んでおります。やる気満々だね、はい、やる気満々で手塚が乗り込んでいる。さあ野村健ゆっくりと準備をし始めました。準決勝2組目の対決、決勝進出をかけた本当に大事な対決です。さあというところで動き出しました手塚剛、野村健、スカイライン同士の対決。先行手塚剛、後追い野村健の1本目。さあどうだ、壁ギリギリ、手塚剛それに食い込んでいこうという野村健。さあ食い込んでいく野村健が完璧にここでは入りました。まず1回完璧に入った、ここは若干持ってきましたね。うまいね。 5.5 野村アドバンテージ、野村健持ってきました、はい、さあ入れ替えということになります。野村健先行、あと一手塚剛、煙を出して野村健が降りてきた。このまま逃げ切ることができるかどうか。野村健あと追いが手塚剛、さあ手塚食い込んでこい、手塚食い込んでこい、どうだ、ここは同じように手塚食い込んできた、手塚食い込んできた、手塚負けてない、見せる手塚剛、決着はつかず。さあ手塚剛が今度は食い込み、全く逆転、この勝負サドンデス突入。いやしかし手塚もよく2コーナー3コーナー行きましたね、これね、うんうん、ちょっとインカット気味ではありますけれども、まあ、少しかなかったですからね、やられたら同じことしてやる、はい、やり返すという感じで手塚剛頑張りました、うん、詰められとる、うん、2コーナーだけなんですよ。エア落としてちょっと、はい、エア落とします、何キロぐらいいます、え 3.1 2.9
熱い熱い熱いという野村健。手塚の表情も落ち着いてますねここはね、うん、はい、何も問題はなさそう。かなり気合は入ってるっていう、なんかいい顔してますね。いいよ、あとはワンミスだね、はい、そうですね、うん、さあ今インタークーラーとラジエーター、この辺に水をかけて冷やしているというところでしょう。この辺でどっちかなんかトラブルが出るのも怖いですよね、ちょっとね、うん、まあそれはね出てほしくないね、はい、そうですよね、勝負で決めてほしい。決着ってのは嫌ですからね、うん、さあ今スタート地点 OK マークを出してスタートしていきましたサドンデス1本目、黄色い R32 スカイラインの手塚剛が前、後ろからブリッツワークスカイライン野村健が追いかける形、最終コーナー出てきた。さあどうだ、いやしかし野村健が入った、野村健が入っている、ここもやはり同じように食い込んでいる、食い込んでいる、完璧にサイドロックオン状態で入っていた野村健、ここは譲りません。さあどうでしょう、6-4と言っていいわけですね、6-4野村と野村健、野村じゃないですよさあアドバンテージ、サドンデスの1本目で野村健が持っていきました。入れ替えてどうなるか、今度は野村健先行、後追いで手塚剛見えてきた、さあ白いマシンの野村先行、そして手塚掴みしたやっちゃった、ここで突き果てた手塚剛、決勝進出野村健、すごいね、ノーミス野村健、おお、これは本当ノーミスだよ、ぜいぜいもの、もう倒れた。さあというところで決勝戦の対戦、この両者を今一度紹介してまいりましょう。疲れてる割には元気になったな。残りましたこの2名、2007年オートバックス B1 グランプリラウンド5 in 恵比寿決勝戦の2台が今審査員席前にたどり着きました。大きな拍手をお願いいたします。ぜいぜい、いや疲れた、ノーケン、さあご紹介しましょう決勝を戦うこの両者、まずは内海明憲、見事に決勝戦まで来ました。そしてサドンデスを繰り広げたもうヘトヘト野村健倒れた。さあここは両者がっちりと今握手まだ元気あるじゃないですか。決勝戦を戦います内海明憲、野村健に大きな拍手をお願いいたします。復活した内海か、今日は集中力の高い野村か、はい、さあどうやら、まあ、スタート地点土屋さん、学部さん、今状況はどうでしょうか。スタート地点、表情とマシンのチェックお願いいたします。はい、決勝を控えたですねスタート地点なんですけれども、野村選手がいなくなってしまいました。どこに行きましたかこれ、ちょっと探しましょう。あ、いました、いました。今日何本走ったんでしょうか野村選手、もう大丈夫ですか体力は。なかとですよもう本当にボロボロですねこれ。なんか僕が話しかけるのも申し訳ないような、そのような状況でございますいやいや話しかけなさい、話しかけなさい、どん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 車の状況は心配なところありませんか。わからんそれもわからんとですよ。さっきからですねタンクにずっと氷を入れてるみたいなんですけども、ネネの方はやっぱ熱くなっちゃってますか。あのねタンクもそうなんですけど、俺にもね入れてほしいですね氷。さあそして対戦相手内海行きましょうか。内海、とことん行きたいと思います。これ勝ったら初優勝ですよ、うん、はい、ありがとうございます。めったにないチャンスですからとことん行きますあ、丸子さん、めったにないとか言わんといてくださいよすいません、あのこちらのスタッフもですね久しぶりすぎて忘れていたという声が多いんですけども、だって僕さっき誰とか言われましたからねちょっと覚えておいてください。あのウッチーでございます、よろしくお願いします。はいはい、意外と緊迫してません、楽しいスタート地点です楽しいスタート地点。どう、あの内田さん、どうやらどっちもですねマシンにトラブルはなさそうですね。若干トラブルあるとしたら相当野村健が疲れてるという程度で、そうだね、はい、あとはもう集中力だろうね。そうですね、これはもう集中力の差ということなのかもしれません、うん、さあ野村健、内海明憲、今回の決勝戦
もちろんこれも初の対決ということになります、うん、野村健は勝ったら今年初優勝、そして内海明徳は D1 グランプリシリーズ戦初優勝ということになるわけです。もう内海も怖いものないないね、うん、これはもうどっちももうさ、はい、チャンピオン関係ねえよっていう、ね、ですよね。とにかくただ勝ちたいという思いで思いっきり来るしかないですもんね、うん、さあファイナル決勝戦今動き出しました。まずは内海明徳赤いマシン S13420馬力、先行後追いはブリッツワークスカイライン、野村健530馬力のマシン、どういう形の勝負になるのか。今見えてきた、ゆっくりと見えた、宇都宮明則後ろからの野村健、さあ最終コーナー、野村健がしかしくっついている、くっついている、飛び込んでいる、野村健が入った、取り返したぞ。最終コーナーの飛び出しはちょっとまっすぐ気味でしたけれども、最終コーナー野村健青旗、これは戻り、そして松田豊久の方も旗が上がっている。1コーナー最終コーナー戻り、しかし食い込みは野村健、この辺での減点があるということですね。さあどういう得点になるかどうか、これでアドバンテージは内海明徳ということになります。あれだけ食い込んでいながらやはり戻りは大きいということになりました。さあ入れ替えの2番目降りてきた、煙を出しながら今度は野村健が先行、あとは内海明徳、さあどうだ、野村健、あーこれは野村健、ここのスレッサーが野村健が持ってった、そして内海が流れた、流れた、流れた、2コーナー流れていきました。これは逆に逆に野村健が持ってった。僕は、1本目が宇都宮、5.5 対 4.5、 そして2本目は 5.5 対 4.5 で野村健です。俺は1本目、はい、6-4 宇都宮、はい、2本目 6.5 野村健、はい、やれって言うんだったらやるよ。わずかなわずかな差はありますが、ここは行きましょうか。サドンデス突入です。これはちょっとこれでは勝負僕はつけられないと思ったんですけども、内田さん、学ぶと観客に負けた、はい、そういうことですね、これはね、はい、まこちゃん彼女にやらせたら恥ずかしいから、もうみんながね、はい、見たいんだったら、そうですね、とことん決定的な勝負で決着つけさせようと、はい、そうですよね、はい、さあ動き出しましたサドンデスの1本目、また今度は内海明徳先行、後追い野村健という形の中で、さあ決着はつくかどうか、決勝戦サドンデスに入りました。優勝は内海明徳か野村健か、さあサドンデスの1本2本で勝負がつくかどうか。今降りてきた、降りてきた赤いマシン内海明徳、後ろから白いマシンの野村健、サドンデス1本目、さあどうだどうだ、いやー入った、これは完璧だ、これは圧倒的、決めた野村健、7-3でいいですね、これは野村健が持ってったと言っていいでしょう、決めました、すごい、いやこれは決めた、さあ大きなアドバンテージを持ってった野村健、今度は野村健が先行、後追い宇都宮明徳、宇都宮はもうとにかく食い込むしかない、ないもうとにかく捨て身でもう当てる気で来るかもしれない、さあどう出るか、逃げるか野村健、宇都宮明徳食い込むか、さあ最後の勝負になる、来た野村健、これに対して宇都宮明徳食い込め食い込め、入れるか入れるか、逃げる野村健、ああ流された、流れた流れた流れた、これは野村健逃げ切り、野村健が白煙を出しながら逃げ切った、発表、勝負はつきました。この両者が審査員席前に来て結果発表ということになります。さあ戻ってきた、さあ戻ってきた、
決勝戦を戦ったこの両者、このゼッケン17番は一気に一気に若い番号になっていく。復活を果たした内海明憲、そしてもう本当にヘトヘトのベテラン野村健、今がっちりと内海と握手。最後まで最後まで素晴らしい走りを見せました。それでは発表いたします。2007年オートバックス D1 グランプリラウンド5 in 恵比寿、優勝したのは優勝野村野村健、今年初優勝。今トロフィーが野村健に渡された。嬉しい嬉しい、今年初優勝やりました。おたけび、おめでとう。今ガッツポーズ。そして優勝賞金50万円が今授与されました。さあそれではインタビューです。スポンサーの皆様、応援してくれた方々本当にありがとうございました。やっと一勝できました。辛かったです。ありがとうございます。おめでとうございます。本当に本当に初優勝、今嬉しい涙。野村健男泣き、よくやった。さあそれでは内田さん、すべて終わりました。総括お願いいたします。まあベスト16に残ればね、はい、誰が優勝しても、はい、文句はないんですけれども、はい、我々としては嬉しいのはフル株の内海が復活したと、はい、またやっぱこう野村健がトップに返り咲いてきたと、はい、そうですね、今年初優勝、うん、これは嬉しいね。そうですね、はい、やはりこの戦いはすべてこの選手たちによって支えられている、うん、そんな感じがいたしました。そして観客の皆さん、本当に熱い中最後まで熱い声援をありがとうございました。ありがとう。見事に初優勝を遂げた野村健です。疲れたですよ本当に。今日はヘトヘトだね。もうヘトヘトですよ。何本走ったんだろう今日。昨日の晩御飯も覚えてないぐらいだから覚えてるわけないじゃないですか。多分ね15本ぐらいはね走ってる、16本ぐらい走ってるような気がするんだけど、うん、いっぱい走ったですよ。今までこんな走ったことはないよね。ないですね。まあ今日恵比寿に来たお客さんは大喜びでしょう。いや喜んでくれてありがとうございます。はっきり言うとですね、かっこよかった。あマジですか。まあじゃあ奢ってくださいよ。いっぱいマジでマジですか。いやあれだね、うん、これはもう見事と言っていいでしょう。本当に嬉しい嬉しい、したかった初優勝。じゃあ最後にカメラに一言どうぞ、はい、応援してくれたスポンサーの方々ありがとうございました。そしてお客さんたち応援してくれて本当にありがとうございます。僕を応援してくれてないお客さん残念でしたね。次もまた楽しくエンジョイドリフト2007年で頑張りたいと思うとです。ありがとうございました。本当におめでとうございます。初優勝野村健でした。